このコーナーは文字通り魚や貝に直接触ってその感触を調べたり食べられる形に調理したりする体験コーナーです。ここでは魚の種類や特徴の勉強の他に実際に使う竿でのカツオ釣り体験、そして生の魚に触る体験などの授業が行われます。愛南町で獲れる魚の一部が用意されました。一部とは言ってもこんなにたくさんの種類の魚を見るのは地元の子どもたちでも初めてです。みんな興味津々ですね。ニバニバ、気持ちいいこれ。体がヌルヌルする魚やトゲがチクチクする魚など実際に触って種類による違いを体験します。今度は魚を食べるための調理方法を勉強しましょう。魚の調理方法にはその姿のまま焼いたり煮たりするほか、刺身などにするため身と骨に分ける三枚おろしと呼ばれる方法で魚を解体します。この方法も魚の種類によって包丁を入れる場所や角度に違いがあります。では愛南町を代表する魚カツオ、ブリ、タイで違いを見てみましょう。違いが分かりましたか？ずっと昔からの知恵と技術がここでも受け継がれています。突然ですがこのゴツゴツとした物体なんだか分かりますか？そう、カキです。愛南町では愛南カキとして全国に出荷されています。外見は岩にしか見えないこのカキ、殻を開ければ私のように色白でプリプリの綺麗な身が詰まっているんです。キャ、自分で言っちゃった。でも生のままでは殻を開けるのが大変。そこで簡単に食べられる方法を紹介しましょう。お皿にカキを何個か並べて置いたら電子レンジへゴー。待つこと約3分。殻が開いていれば食べ頃です。ぜひ試してみてくださいね。